来賓祝辞、本学の交友であります君塚良一様よりご祝辞を賜ります。君塚良一様は昭和55年3月、本大学芸術学部をご卒業され、脚本家としてご活躍されております。これまでで映画踊る大捜査線ザムービーで 日本アカデミー賞脚本賞を受賞されるなど数々の賞を受賞平成20年には映画誰も守ってくれないでモントリオール世界映画祭最優秀脚本賞を受賞されておりますそれではよろしくお願いいたします 皆さんご入学おめでとうございますそしてご父兄の皆様さぞかしお喜びのことと思いますおめでとうございます僕が学生生活を送ったのはもう30年近く前になります皆さんが生まれる前だと思います高校の時に映画という芸術と出会いましてその虜になりました毎日のように映画館に通っていつしか映画という芸術 その可能性に挑んでみたたいいと思いました将来映画の世界に入ってみたいと思いましたそして大学は日本大学芸術学部に入学いたしました入学しますとたくさんの仲間ができたんですけれども皆僕と同じ志を持った映画が好きで映画の可能性を感じていていつかは映画の世界あるいはテレビドラマの世界に入りたいと思う人たちがたくさんいましたたくさんの同じ思いを持った仲間ができたんですね ラと、えー、は、えー、一本の映画を見てそれについて、えー、朝まで語り明かしました毎日のように語り明かしたんです、えー、例えば僕が傑作だと思った作品を仲間は、えー、その作品を批判をすることもあります、えー、僕がつまらないなと思った作品を、えー、仲間は傑作だということもありました最初のうちは僕も自分の考えや価値観を押し付けて喧嘩になることもあったんですけれどもやがてああなるほど あみんなそれぞれもの、えー、の見方が違って、えー、仲間一人一人がそれぞれの価値観でものを見て、えー、僕だけじゃなくて他の人もい,いろんな考えがあるんだということを知りましたそういった仲間たちと過ごした、えー、4年間というのがとても、えー、記憶に残っていますとても豊かな時間を過ごせたと思います、えー、授業では、えー、脚本の勉強をしました、えー、テレビドラマや映画演劇すべ、えー、ては脚本という土台が大切ですその 基礎をきちんんんとと学ぼうと思いいいましたた授授業業はいろんな面白い授業があったんですよ例えば、えー、セリフの勉強をするために、えー、皆さんの、えー、学校があるエコタ、エコタと、えー、池袋の間を電車で、えー、何度も何度も往復して、えー、電車の中に乗ってるお客さんたちの会話を、えー、それこそ盗み聞きをしまして、えー、隠れてメモをして、教室へ戻ってからそれを脚本にするんですね。 そそうすするるととてもリアルな会話がそこにあるんです、えー、言葉というのは会話というのは生き物だということをそこで学びましたそれから脚本はたくさん、えー、課題を頂い,いて、えー、脚本を書きました、えー、小説の原作を脚本にすることもしました、えー、たくさん書いて先生のところに持っていくと先生は、えー、いいとも悪いともお知らなかったんですね、えー、ただ 新しい原稿用紙、新しい真っ白な原稿用紙を代わりにくれたんですまた書いてきなさいその脚本がいいとか悪いとかではなくてまた書いてらっしゃいまた書いてきなさいと言,って言われたんですねそうするとなんだかこうどんどん書いていくのがすごく楽しくなってきましたきっと書き続けるということの楽しさを先生は教えてくれたんだと思いますただし先生は書いてきた原稿の誤字脱字あるいは 字が汚かったたたりししに大変怒られましたそれは、とても厳ししく注意をされましたそれまたそはこれから書いていく、何かをものを書いていくときに必ず読んでくれる人がいる、その読んでくれる人、見てくれる人の気持ちを考えなさい、そのことはとても厳しく言われました、つまりこれから先、自分の作品を誰かが見てくれる、その時の見てくれる人の気持ちを常に考えながら、えー、脚本を書きなさい。 それをとても厳ししく言われましたそれからもう一つ、えー、古典を読みなさいと言われましたシェイクスピアや近松の、えー、古典をたくさん読みなさいと言われましただけれどもその時正直面白くないんですね古典はなんだか古くくて、えー、ワクワクもしなかっただけれども先生はとにかく今身につけなくてもいいからとにかく体の中に入れておきなさいとそう言われましたで正直僕はちょっとあくびをしながら えー、古典の作品を、えー、読みましたそんな覚えがありますそして4年間が過ぎて僕はテレビの世界に入り、えー、テ,レビのテレビドラマの脚本や映画の脚本を書くようになりました、えー、僕の作品の中に「踊る大捜査線というシリーズがありますテレビドラマから始まって映画化もされました、えー、スピンオフという作品もできて、えー 今年の夏にはパート3が公開されます、えー、皆さんがあの作品を楽しんで見ていただいて、そして僕の代表作ともし言われてるんであれば、結論として言えば、「踊る大捜査船」という作品ができたのは、僕が日本大学で4年間学んだこと、それを実践しただけのことなんです。「踊る大捜査船」という作品は最初は官僚主義であるとか、 警察という組織の、大きな組織の矛盾を描こうというテーマ周囲から入ったんですけれども、なかなかちょっと重たい作品になるような気がして、不安だったんです、だけど僕の頭の中には、常に先生から言われた、常に見る人のことを考えなさい、読んでくれる人のことを考えなさい、相手の気持ちを考えなさいということを言われたことが、とても頭の中に残っていたんですねで、常にそれを考えながら作品を作る、そうすると、やはり皆さんに楽しんでいただきたいと僕は思うようになったんです。 ですから、えー、結果的にはあの作品はコメディーテイストにして、えー、作品を誕生させました、えー、たくさん笑えて、泣けて、ハラハラドキドキする、えー、それで楽しんでもらおうと思って、あの脚本を書きました、そして見終わった後に、奥、えー、の方に潜ませてあったテーマを感じていただいて、見終わった後とに皆さんが、でも官僚って大変だよな、大きな組織で警察もいろんなことがあるんだな、警察もなんかサラリーマンと変わらないんだな、 話し合っていたただけたかと思うんですそうすると僕が大学時代仲間たちと作品について語り合ったというのと同じように皆さんで意見を言って面白かったつまらなかった相手の意見が知るっていうことが会話としてできたんじゃないかと思いますそしてもう一つ「踊る大壮戦」という作品には実は古典の要素が入っております昔の戯曲は多くは三幕ものでした 1>, 1幕で盛り上げて、2幕で盛り上げて、最後に盛り上げる、踊る大捜査線というのを見てくれた方、分かると思いますけれども、常に3日間の話です、えー、テンポを上げるために3日間の中で事件が起きて解決します、僕の中で、あんなに退屈して読んでいたはずのものが頭の中に入っていたんですね、1日目で盛り上げて、2日目で盛り上げて、3日目の最後でまた盛り上げるという、えー、作り方を、実は僕は大学の中で学んでいたんです。 そうういったようにこの3つのことを僕は大学で学びました。相手の気持ち、相手には意見がある、相手には別の考えがあるんだということですね、仲間と過ごした日々でそれを学びました。それから、人のこと、他者、相手のことを思う、相手の気持ちを考えてそれを受け入れるということも学びました。そして、古典を学ぶ、つまり基礎的な教養ですね、基礎的な教養を学ぶということも、この4年間で覚えたんです。 さあ皆さんもこれから4年間楽しく充実した学生生活を送っていただきたいと思いますたくさんの仲間を作ってください仲間を恐れてはいけません喧嘩をして議論しましょうそうすると自分が何者かというものが見えてきますそれから先生を恐れてもいけません何でも先生に質問して自分をさらけ出しましょうそうすると自分は何者かということのヒントを必ず先生はくださいます大いに 遊んで大いに勉強してください皆さん夢は叶いますそしてこの暗くて不安定な世の中を救うのは皆さんですご清聴ありがとうございました